男は年取って知性ないとモテないからガキは勉強した。まあ確かにそれはマジでそう。女も年取って知性ないならきつい。まあまあまあ確かに。まあどっちもそうだよな。普通に年と共に大人になられるやつはまあきついわな。そこのバランス難しくない？なんか程よく若い頃のさ、心をさ、持っとからさ、若いかんみたいな気持ちになるやん。でも、そこを持ちすぎとったら成長してないってなるやん。なんかそこのバランスめっちゃ難くない？やけに人生って難しいじゃんね。いや、下手に知性振りまかれてもな、なえるよな、わかるな。あと知性があるやつは知性振りまかんからな。感性は若くていいと思うけど、知性は培わないとダメ。あ、これ俺が言いたかったことが全部この文章に表現されと。賢いわ、俺の感じ喋ってくれ、頼む。俺はもう終わりなんだ。今日おじいちゃんって年齢の人が AV 借り取ったらいくつになっても性欲って消えないんだ。お、そういうこと言うな。もうすぐ死ぬんやけん、それぐらい温かい目で見てやるよ。もう死ぬんだから。死ぬ前に一本でも多く AV 見たいだろうが。